はい、こんにちは、海坊主です。今回もね、WRC9 続きをやっていきたいと思います。で、今回はね、ウェールズラリーのデイ2日目ですね。最終戦です。まあ、SS1 本目ではね、8位まで沈んでしまったんですけど、まあ2本目、こちらをね、一番時計出してとりあえず3位まで戻りました。はい、じゃあそれでは本日もよろしくお願いします。はい、2日目1本目の SS はね、 6.4 キロのこちらのコースになりますね。 100% グラベルです。じゃあそれでは行ってみましょう。はい、初日がね、とりあえず雨だったので天候が悪かったので、2日目は晴れです。で、多分初日の SS2 本目のね、リバースコースですよね、多分。はい、まあね、さすがにね、あの濡れてないんでそこまで滑りはしないですけど、結構ね、イメージで言うとスリッピーだし、飛び跳ねるし大変です。どっか飛んでっちゃいそうになりますよね、あのままね、弾んでね外に飛んでっちゃうんじゃねえのかと思っちゃいます。で、確かサスペンションの設定をね、この時ちょっと固めにしたんですよね、確か。あ、してねえな、してない、してない、すいませんでしたね。はい、最初のセクターでね、一応グリーンです。一応トップですね。まあ微妙なところですけど、ほんとちょっとしたミスでね、簡単に逆転されそうなところですね。ずっとね、ショートギアを使ってるんですけど、もうちょっとね、ロングにしてもいいのかなと思います。あのシフトチェンジ回数をね、減らした方がなんかね、いいんじゃないのっていう。トルクがせっかくあるんでね、車の、そのトルクを生かしたようなね、多分走り方の方がいいのかなと徐々に思ってきてます思うだけですけど。はい、じゃあね、問題の第2セクターがね、そろそろ終わりますね。ここでどうなってるかです。今のが致命的でしたね、ガシャーンが。コンマ5の奥、コンマ6ですね、ほぼ。そうですね、最近はね、いつもペラ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 喋ってるんでね、とりあえずここから先は無言でどうぞ。Into left 4, tighten. And flat right brake for square right, don't cut over tarmac. And right 3 short, into left 4 short, into right 4. And left 5 small cut, brake for square right, don't cut over gravel. Into right 2 short, into left 3 over crest. Into right 4, left 4 long, keep in.Into right 4 short at junction. And left 5 short over crest into flat right. Into left 3 over crest, tightens 2. Into right 4, big cut, bumpy 50. Left 5 into kinks. Into right 2 medium, don't cut, tightens through water.Into hairpin left, don't cut. And jump into right 3, into left 3. And square right through gate 50. And flat right through gate tightens. And left 4 long over bump.And crest into right 3, tighten. Into left 5, keep in 30. Crest into left 3, into bump. Flat right and brake for left 3 over crest. And right 4, tighten through gate into square left 40.
bump over crest 40 bumpy, right 3 over bump 40 bumpy, into left 4 Titan 3. Into right 4 into bump. And left 3 short slippy. And left 4 over crest, keep into right 5 short 30. Right 4 over crest opens. And bump into left 4, keep into finish. はい、結局ね、最初のセクターだけでしたね。4番時計です。途中から雨も降ってね、また視界が悪くなって、まあ言い訳はいいです。じゃあ次行ってみましょう。はい、次のセカンドステージはね、フルターマックですね。ずっとなんか海沿いの崖を走ってる感じで、で思い出しました、ここのステージがね 100% グラベルだったので、やっぱりねちょっと足を固めていってたような気がします。半分ぐらいまで、9段階のところの5ぐらい。ターマックでね、足が柔らかいとね、ちょっとだいぶ安定しないんでね、そこでちょっと固めたような記憶があります。はい、じゃあそれでは行ってみましょう。はい、スタートですね。ここではね、ようやくライトの存在に気づいたので、ライトを点灯させてます。これがあるとないとね、全然ね、暗い場所の見え方が違うんですよ、本当に。そう、いや、ライトなくても見えんだろうって言いたいんですけどね、なぜかこのゲームではライトないと見えないです。で、画面の明るさ調整もできないんですよ。なんでね、だからもうこれ以降はね、ほとんどライトを使って走ってますね、俺は。はい、最初のセクターがね、レッドです。1秒2遅れてますね。致命的ですね。本当に表彰台ね、なんとか頑張って乗ろうとしてたんですけどね、ただやっぱね、狭いんですよ。ガシャーンって当たるし、そう、全くもってね、エスケープゾーンっていうか、グラベル部分もないんでね、コースの外に壁に囲まれてるんで、ちょっとでもミスるとね、もうすぐガシャーンです。まあでもこういうステージはね、これぞラリーっていうようなステージですよね。はい、じゃあ2つ目のセクターがそろそろですね。ここでどんなもんだったかっていう話です。はい、ここでもね、一応グリーンセクターではあるけど遅れてはいますね。で、最近気づいたんですよ。何を気づいた、コース脇にね、白い看板があるじゃないですか。あれね、一応コーナーですよっていう多分印なんですよね。そう、それにようやく気づいたんですよね。でもここら辺ないですよね。ほら、あった、こういうコーナーの手前になんかあるんですよ、白い看板が。もしかして全然違う意味なのかもしれないですけどね。ここ危険ポイントだよみたいな、それを知らせるためのやつなのかもしれないですけど、何なんだろう。まあね、とりあえずセカンドセクターじゃなくてサードセクターもね、赤だったんですけど、今のが致命的ですよね。引っかかってましたから、ガシャー。で、ちなみにね、ダメージはね、ほとんどなくしてます。理由としてはね、こんだけぶつかるのに、走れなくなると、このそれ以降大変なんですよ。だからもうね、ダメージはね、そんなに入らないようにしました、設定で。まあ慣れてきた頃にね、またダメージありに戻そうかなとは思ってますけどね。はい、もうそろそろゴールが近づいてきましたね。ステージ自体はね、短いですね。ただやっぱりあんだけぶつかってたりとかするので、ちょっとタイムは期待できないかなってところです。はい、もうフィニッシュです。はい、3番時計ですね。まあそれよりもね、総合順位が気になりますよね。総合順位はどんなもんだったんだろう。はい、総合順位でも一応表彰台フィニッシュです。ここはちゃんとした表彰台なんですね。はい、これでね、とりあえずシーズンが終わりを迎えたわけです。
あ、これシリーズ表彰やってんですね、要は。全く絡んでないです。WRC2 とね、3ではね、出てるレース数も違ったりするので、まあ全部が全部埋まってないですね。はい。はい、最後のね、とりあえず、イベントが終わったってことで、来期の契約です。なんか飛び飛びなんですね、イベントが要は。はい、じゃあ行ってみましょう。さあ、どこのチームになるのかな。WRC3 だけですね。あとはジュニア WRC だから。はい。とりあえず、また同じ契約でいきましょう。はい、悲しいですけど。ってことでね、本当はね、ここで収録を終わってたんですけど、まあちょっととりあえず追加情報として入れときます。このね、本当はね、この同じチームでやることになったんで、同じチームでね、また同じことやってもしょうがねえかなと思ったんで、2シーズン目、もう終わらしちゃいました、自分で。で、2シーズン目は、そうですね、シリーズランキング2位になりました。ってことでね、何が、そう、ここで声かけられなかったのかというと、結局、メーカーのトライアウトを受けてないで、他のメーカーのね、要は評価が低かったんですよ。それで声かかんなかったんですよね。だから、メーカー評価を上げて、とりあえずシリーズランキング2位になって、3年目はヒュンダイ、こちらの方と契約しました。ですので次回は WRC2 のヒュンダイでやろうと思います。 WRC クラスね、一番上のトップカテゴリーからは声かかんなかったのでだからまた WRC2 でになっちゃうんですけど、3シーズン目、まあ次回はヒュンダイでやろうと思います。はい、じゃあそれでは今回は以上ですね。最後までご視聴ありがとうございました。